はい、皆さんこんにちは。今回はハリケーンですか？うむ、ハリケーンはスピットファイアのせいで影が薄い戦闘機ですが、バトルオブ・ブリテンの時にハリケーンの撃墜数がスピットを上回っていました。それはなぜか、理由は生産性と整備性です。ハリケーンは旧式の交換骨組みにハブバリー構造で、この手法は第一次世界大戦時のものです。そのせいで性能的にはかなり不利で、旅客機体の試験をしたパイロットがハリケーンパイロットに対して、思わず同情の言葉を漏らしたほどでした。しかし、戦争はカタログスペックで決まるものではないので、ハリケーンのトラス構造は、被弾に強くスピットなら、全損扱いで廃棄処分するところ、修理して全線復帰したり、また生産性に差がありました。このことから、ドイツ空軍とに嵐から英国が耐えるための傘として働いたという評価をされています。さて、主な戦術ですが、ハリケーンは低速かつ運動性能も微妙なので、史実よろしく爆撃機を迎撃することに専念しましょう。もし戦闘機が来たら、やっぱり一撃離脱した方がいいの？一撃離脱するのが理想だけど、今の性能だと難しいね。一撃離脱は上昇力がないから無理で、格闘戦もダメってことはつまり、ヘッドオンした方がマシ。まあ、とにかく飛行性能に何ありのハリケーンを好き好んで乗る人はいないでしょう。大型機の方を狙います。1-2番エンジンより出荷、なれど飛行継続可能な模様、とどめを刺しますか。ハドソン哨戒爆撃機撃墜、そのままスプーカの方に行きます。追いつけるかわかりませんが、迎撃するために行動を取り直します。と思っていたけど上を取られました。再びお腹の下に潜り込みます。哨戒爆撃機撃墜。さて、お次はこの動画の本命ですよ。ホーカーハリケーン、マーク 2D です。キャンポットがついてますね。旧式化したハリケーンを対戦車攻撃機として改造したもので、主力艦ビッカース 40ES 対戦車砲を搭載し、エル・アラメインの戦いではかなりの戦果を上げました。そして 40ES 砲は正規の補301よりもずっと命中させやすいです。しかし、単発火力は補301よりも劣ります。そのために8ほど命中させなければならず、かなり厳しいですね。補助装備の基準はついてないですけど何か、史実だと良くない27.7より基準が1兆ずつついていたはずなんですが、なので正規よりも運用はシビアですね。
みなので爆撃機で少し練習してみますか。AKT ルドでも張ってるのか、水平尾翼破損してるけど、何とか動けるのでまあいいでしょう。速度が出ないので、ようで増やします。17時間攻撃中、まだ慣れないので芝刈りしますか。攻めますが、味方を追っている敵機の機種がわからないのでダイブしますが攻撃しません。ヘルネコですね。あとは奥のやつを確認します。ウォーホークですね。ヘルネコの方が危険なのでそちらを優先して攻撃します。
使いやすく、しかも20ミリ機関砲にも換装できるので、皆さんもぜひ乗ってみてくださいね。